何でもその場所に行って自分の肌で感じてみるっていうのがやっぱ僕は大事かなと思っておりますね。ということで今回ね僕たちは、フリーマッサージをやりながら、あとは、韓国の人たちとこう触れ合いをして、あとはですね、まあ、美味しい食事も楽しみながら、あとはそのね街並みも見ながら、ちょっと違ったね韓国の旅を今回はね楽しみたいかなと思っております。まあ、なかなかねあのメディアとかで一部ね報道しているところによると、やっぱり日本と韓国のその関係っていうのはなかなかですね、韓国、日本問題いろんな問題がありますけども、まあ、政治のこととかはね、まあ、この際あまりこう重要視しないというか、まあ、そんなにね影響されずに一個人としてですね、純粋にこう旅行を楽しむといったねことをこう、表現できたらなと思っていこうと思っております。まあ、あとは、韓国、まあね、本当に一番近い海外旅行ね、あの初心者の人っていうのはやっぱ僕は韓国に行くとあのいいんじゃないかなってすごく思うんですよね。まあ、それはなぜかというと、まあ、お隣の国、まあ、近いです。時差もありませんし、あとはもう本当飛行機でね1時間半で着いてしまうんで、すごくね、手軽なんですよね。それにあのしかも日本語も結構ね、観光地、まあ、観光地というか行った先々ではね通じるところも多いので、そういったところも、日本人にとっては最初のね、海外旅行初心者にはあの優しいんじゃないかなとも思います。まあ、今ねまだこう韓流ブームとかテレビとかメディアでこう言われてますけども、まあ、そうじゃないね、アンチの人たちというか、まあ、日本におけるあの反感っていうかそういうのもねあると思うんですけども、実際にあのね自分でね目で見てその土地に行って一体どういう感じかなっていうのもね、一度見てみるのもいいんじゃないかと思っておりますので、楽しみにしていてください。